はい、友永美代です。今回は自由が丘にやってきたということで、ちょっと街を散策してみたいと思います。自由が丘はなんか1回だけね、来たことがあるんですけど、なんかゆっくり見たことがなくて、ちょっと歩いてみようかなと思っております。いいね、 Vlog っぽいね。すごい、なんか、あ、いいですね。すごい、なんかおしゃんな道住みやすそうな街。今まで東京と福岡を行ったり来たりしていて、なんかそういう原宿、渋谷とかそういうね、場所しか行ったことがなくて、東京に住んでみて、あ、人ってちゃんと住んでるんだなっていうのをめっちゃ思いました。あ、怖い、骸骨、骸骨友達がいました。やってね、お友達です。ゴリラちゃん頑張ってる？頑張るんだよ、配達。今日のリング、リボン。なんて書いてるんだろう、なんか読めないけど、鳥居です。久々の外での撮影ですが、なんか楽しいですね。かわいい雑貨屋さんがあったりして、いい街ですね。なんか湯布院にちょっと似てるかも、雰囲気が。あ、牛がいます。牛みたいですか。てってれー、牛。北海道、東京。え、すご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 、カフェの中にでっかい牛が侵入しております。すごー、見てよ、絶対に美味しいと思いますよ。ジャージー牛乳って美味しいですよね。あ、涼しい風だ。秋って感じ。チーズの椅子、あー、いいですね。私は秋が大好きです。早く秋服を着たいんです。ほら見て、いいお天気。なんか観光客になった気持ちですねおー、またウサギだ。うわー、またウサギ。なんかウサギモチーフのカフェとか、なんか雑貨屋さんにさっき入ったんですけど、雑貨屋さんもウサギがいっぱいあったりとかして、すごいウサギです。自由が丘はウサギ。あ、知ってますか皆さん、このキャラクターを。私はちょっと名前わかんないんですけど、めちゃめちゃね、小さい頃からこのキャラクターが大好きなんですよ。昔ちっちゃい頃はこの乗れるやつがめっちゃ欲しくて泣き叫んでたらしいです待って、転がされてるやばいあー、眠りについてますやば。なんかこういうちょっと海外っぽいキャラクターが昔から好きなんですよね、ちっちゃい頃から。テレタビーズとかも。そんな感じです。夏、かき氷を食べに行きたいと思います。なんかね、自由が丘にも美味しそうなかき氷屋さんを見つけました。じゃーん、喫茶ナナハっていうカフェでかき氷を食べたいと思います。かわいい。かき氷は4種類あって、抹茶とね、いちごで悩んだんですよ。でも私は今の気分はいちごだったので、いちごにしました。滑り込み夏です。
そう、かき氷はふわふわだったし、めちゃめちゃいちごでした。本当に夏らしいことしてないから、初夏何度も道路に息の根を止めたセミたちが、今年もお疲れ様と思いながら通りすがりましたよ。お、すごいピント、感動する。今日のリップはこれです。ピカフロッシュの01番のオランジェットです。おすすめ。嬉しい、久々に Vlog ができて。白玉が出てきました。だが私はあんこは食べれません。白玉だけ食べよう。うん、ということでかき氷を食べてきました。めちゃめちゃ夏でしたねすごい美味しかったですよ。はい、幸せいっぱいです。なんかかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。あー、なんか右左右神社、なんか到着した。わ、でもこういう空間マジで大好き。マイナスイオン、なんか東京にもこんな場所があると安心する。頑張って生きていこうって頑張って働こうって思う。あ、なんかめっちゃいい、ボケてる後ろが。女子力なんかせっかくたどり着いた神社なんで、お参りをしてみたいと思います。公園入れて、吸って、はい、ということで今回は、自由が丘散策動画でした。楽しんでいただけましたか？私はね、すごくすごく楽しかったです。それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ